い、時間になりました。うわー、美味しそうです。こんにちは、榎本美沙です。今日はささっと一品シリーズになります。わー、ささっと一品シリーズはですね、平日の忙しい日でもですね、作れるような野菜も取れて、簡単に作れるメニューをご紹介しています。今日はですね、レンコンをたっぷり使ったレンコンつくねというものをご紹介したいと思います。鶏ひき肉とですね、レンコンをたっぷり入れて焼くので、食べた時にシャキシャキシャキとしてすごく美味しいです。で、レンコンもたくさん取れていいかなと思います。このままおかずにももちろんですけれども、お弁当にもおすすめなので、お試しいただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まず鶏もも肉のひき肉、そしてレンコン、長ネギ、サラダ油、お味噌、酒、胡椒になります。ではレンコンから切っていきます。レンコンはですね、まず8枚ぐらいを輪切りにして、残りをいちょう切りにしていきます。この輪切りの部分はですね、つくねの上にこう乗せていきたいと思います。もしすごく大きいレンコンの場合はですね、これもいちょう切りにしていただいていいと思います。残りはですね、いちょう切りにして生地の方に混ぜていきたいと思います。だいたい2ミリくらいの幅のいちょう切りにしていきます。このような形にしていくことでですね、シャキシャキとレンコンの歯ごたえも味わえて美味しいと思います。そして長ネギですね、長ネギはみじん切りにしていきます。長ネギはですね、もう肉ダネを作る大きめのボウルに入れてしまって構いません。そしたらですね、長ネギを入れたボウルに鶏ひき肉ですね、そしてお味噌、そして胡椒を加えます。こちらで練り混ぜます。ひき肉がですね、ちょっと白っぽくなって粘りが出てきたら OK です。そしたらですね、ここに先ほどいちょう切りにしたレンコンを加えて軽く混ぜ合わせます。レンコンがたっぷり入って食感が本当に楽しいつくねになります。ざっくり混ぜられたら OK です。そしたら8等分ずつ丸めていきます。少しだけですね、手に油を塗ると成形しやすいです。こういう感じで形を整えておきます。フライパンにですね、サラダ油を熱します。中火で熱します。はい、フライパンが熱されたらですね、焼いていきます。先ほどのつくねを並べています。それでですね、輪切りにしたレンコンをちょっと上に乗せてキュッと押し付けておきます。かわいいですよね、このレンコンの丸がかわいいので、ちょっと顔を見せる感じで焼いていきます。このままですね、片面 1,2 分ずつ焼いていきます。したら上下を返します。あー、美味しそうですね。はい、そした
たらこちらの面もいい焼き色になっております。よいしょ、あ、おいしそう。そしたらですね、中まで火が通るように蒸し焼きにしていきます。酒を振って蓋をして弱火にします。これでですね、2、3分火が通るまで蒸し焼きにします。はい、時間になりました。うわー、美味しそうです。こちらで盛り付けていきます。はい、こちらで完成です。はい、ではささっと一品シリーズということで、とっても簡単にできましたけれども、レンコンつくねいただきたいと思います。いただきます。あー、かわいい。このレンコンの顔の部分かわいくて大好きなんですけど、シャキ、おいしい。いちょう切りのレンコンがたっぷり入ってますので、シャキシャキ食感すごくおいしいです。これこのままおかずでもいいですし、お弁当に入れていただいても美味しいんじゃないかなと思います。あの味もね、割とちゃんとついていますので、お弁当にもおすすめになります。これとご飯があれば満足できる献立になるんじゃないかなと思います。美味しい。鶏ひき肉を使ってつくねにしましたけれども、豚ひき肉を使ってちょっとハンバーグみたいな味わいにしていただいても美味しいんじゃないかなと思います。で、少し大人の方はですね、柚子胡椒とか七味とかをかけておつまみみたいにしても美味しいんじゃないかなと思います。今回はレンコン、そしてお味噌を使ったレンコンつくねをご紹介しましたけれども、これからもですね、季節に合った料理だったり、発酵食品を使った料理なんかもいろいろご紹介していきます。ささっと一品シリーズもこれからも続けていきますので、ぜひですね、ご興味のある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。